おほ、かっこいい。何ですかその馬。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、ミノおぼろ村正やっていきたいと思います。前回ですね、ミノの奥地の方までやってきまして、いよいよ目的地であるところのね、多分伊吹山の近くまでやってきました。ということで桃姫のお姉さん虎姫をね、今から捕まえに行きたいと思います。では参りましょう。ミノ伊吹山鳴神藩鏡家、鏡家ここにあるんですね。お城とは別、進んでいきましょう。竹林の中、なんか神聖な雰囲気が漂ってますけどね、本当に立てこもってるんでしょうかね。お、廃屋がありますよ。アイテム摂取、米袋、おにぎり作れます、ね、作っときましょうか。ではでは、なんか今人幕みたいなの張ってましたね。ガキがいる。ガキは攻撃力が高いからあっという間に倒してしまいたい。痛い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 、強いんですって、ガキ強いんですって、アクティブになると強いんですって。やばい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 、暴れ狂っておられる。なぜなぜそこまで怒り狂うのか。やばい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 、びっくりするぐらい強い、びっくりするぐらい強い。てい、これはもう奥義を駆使してるもん。この白いのが強いんですよ。スーパーアーマーみたいなのを持ってる気がする。倒しました。ふう、あのガキは昔から桃姫の時からボコボコにされてる記憶しかない。さてまた高2ですね。ガキもいますね。このなんか普通のね、黄色いガキはそんなに、こいつ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 、やばい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 。飛天かぐや、飛天かぐや、飛天かぐや、鬼ビバトイ、違う、鬼カラン、鬼カラン。いや、こうでもして倒さないとボッコボコにされますからね、ほんと。最強キャラの一角と言ってもいいかもしれない。大村の砥石。白はやばい。てやー。てい。なんかやめてよって言ってるように聞こえますね。オッケー。刀変えときましょう。さて、どんどん奥に進んでいってますが、むうわ、やばいの来た。ほい、そんなに強くはないですね。刀を折る必要もない。レベルアップ。お、これは半死なんでしょうかね。あ、レベルアップしたんで装備を見直しましょう。ちょっと作れないな、ちょっと作れないな、もうちょっとで、いやそうでもないですね、意外に作れないな。なんか魂が意外に集まってない。そんなに戦ってないわけじゃないんですけどね。む、おお、罠、痛い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 、まずいですね。戦闘中だから料理も食べられない。これ戦闘ですか、戦闘っていうか、あ、でも敵いるんだ。忍者、これはあれですかね、雪の城の手のものですかね。鳴神家を倒しに来たもの、一体だけですか。罠もこいつが仕掛けたのかな。ん、まだいる。あ、これ罠実は切れる。あ、罠壊せますね。罠も経験値入る。入ってないですね。でもこれ倒さないと戦闘が終わらない気がする。終わったー。罠も敵扱いなんですね。なるほどなるほど。じゃあバリバリ進んでいきましょう。
廃屋。陽子の小手。体力か何かがめっちゃ2ぐらい上がるやつですかね。力2。うん、まあいらないかな。さて、またこやつらですね。いた。くう。結構なんかあれですね、スーパーアーマー的な感じで剣を振りかぶってくるから油断するとやばい。そして今は油断をしました。風呂吹き食べときましょうか。おいしい。上、何かがいっぱいいる。またまた罠ですか。一個ずつ切っていきますよ。いた、おられた、おられた、おられた。びっくり。風呂吹きを食べた意味が。ヘイ、ここはチキン戦法で進んでいくべきですね。結構痛いんで。まあ、こんなね、竹槍が下からね、ズバシャってきたらね、それはね、下手したら死にますよ。やばいのがおる。ヘイ、オッケー。目的地近いですね。さあ、着きました。じゃあ保存して料理を食べていきましょう。うん、もう一回風呂吹き。パカふわ。おいしい、おいしい。では参ります。強力な敵の気配。ん、ミノ、うん、ふわ好き。お、トラ姫。喋り方がはっきりしている。トラ姫、二万石。ご生涯された父上のご無念はいかばかりか。はい、いかばかりか。地球に集いし、桃姫よりしっかりよ。おお、かっこいい。何ですかその馬。先祖の霊たちよ。なるほど、江戸城へと打ち入る力を。江戸城に打ち入るつもりですか。ガチですね。え、めっちゃ強そう。鏡秋吉が一女トラ姫。トラ姫、今やこの身は強そうですね。何恐ろしいものがあるの。桃姫のお姉さん、必ずや、うん、成し遂げてみせようぞ。気迫が違う。お話を伺いましょう。ご先祖様ですか。はい。身を焼く我ら。うん。腹綿が煮えて収まらず。はい。なるほど。たとえ命に変えても絶対に相手をぶっ倒すみたいな感じですね。この面前に出てきよった。抜け抜けと面前に。恩を忘れぬ。お、知り合いってことですか。ああ、売られたもんはきっちり買うぜ。それより知人ってことですか。ふむ、美濃から東海道を下って武蔵の方に行くってことですね。うん、将軍綱吉、生類憐れみの霊ですか。この太平の久保様を撃って天下を騒がせようか。たとえ化け物でも無分別が過ぎるぜ。ふむ。そして虎姫。あんたが虎姫が、はあ、吐き溜めに釣る。吐き溜めに釣るたよ。こんな娘が。こんな娘が、うん、何の因果でこうまで浮き目を見にゃならん。もう騙されぬ。もう騙されぬぞ。刀だけでは飽き足らず。この首を狙ってきたのであろう。取れるかどうか試してみよう。やっぱ知り合いですか。でもこっちはね、覚えてないですからね。ふむ。では行っちゃいましょうか。進みます。女だてらに鎧兜で一発気取り、うん、一発気取り。怨霊相手に戦の真似事か。獄門台にその綺麗な顔がさらされるなんざもったいねえや。洒落た言葉遣い。こうなりゃここで止める。助様がまとめてぶった切って悪霊どもを払ってやるから、よくよく感謝しろい。虎
虎姫のためにもってことですね。片身となったルイダイの覚悟、うん、片身伊達焼き鳥でかぶられようか。おう、本気ですと。虎姫の覚悟のほどつぶさに見せてくれようぞ。これはあれですね、本気の一戦ですね。悪気を払う神の乱れや。参りましょう。めっちゃいっぱい来た。くっ、めちゃくちゃ矢が飛んできてますね。くっ、うお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 お、おられた。よし、あ、これをこれを逆にこれを使って行きなさいと。うっ、行った。やばい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 、いきなりやられる。痛い痛い、跳ね返すべきですね、これ。おられた。超強いのでは。上に打った矢は、あ、今来るんだ。骨の繰り返しかな。刀が2つ折られてるんで気をつけないと。いた。よいしょ。なるべくこのままはめたいところですが、そうはさせてくれない。突進走っていきましたね。痛い、踏まれました。こまめに回復しておきましょう。ほい、また走ってった。もう竹筒追悼とかね、回復量追っついてないですからね。くう、ダメージ受けてます。ん、これは戻ってくる。うちょい、突進はしてこないんですね。体当たりはしてこない。あくまで矢で。抜刀術、鬼嵐、てい。あんまりやりすぎると刀が折れそう。さあ、おっと、危な。おお、攻撃パターンが増えた。おられましたね。うん、おられると思った。正直おられると思った。さて、切り返してくるはず。痛い。急に蹴るようになりましたよ。急に蹴ってくるようになりましたよ。許されませんね。おお、よくおられる。抜刀術、なるべく空中コンボでダメージを。2回が限度ですね。うわーっていうのちょっと可愛いですけど。さあ、 HP もラストですね。出た。折れる。くっ、ちょうど直上に。さあ、蹴られますよ。蹴られるんで気をつけましょう。痛い、気をつけましょうって言ったのに。ぐはっ、やばい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 。あ、やられたやられた。大逆転されましたよ。さあ、追い詰めましたが、刀がバッキバッキ折られて、こちらも結構やばい。早めに決着をつけないと、また刀が折られてやばいことになりそうです。抜刀術、よし、あともうちょっと。さあ、飛び込んでくるはずなので、よし、しのぎましたね。てい、
影十文字、影十文字倒しました。かわいい、頭いててってやってるのかわいいですね。レベルアップ、激戦でした。孫六金本手に入れた。関の孫六みたいな。さて姫大丈夫です。ざわつくんじゃねえ、ざわつくんじゃねえ、うん、こんな別品切られる。馬を撃っただけで、馬を撃っただけで姫さんには傷一つつけちゃいない。大丈夫そうですね。やめだやめだ、うん、やめだやめだ。押しつけの任務だと知ったことか。だいたい、まあ、野牛はね、なんか最終的に裏切ってきそうですからね。いや別にあれですけど、雪の城を知ってるとね、なんとなく裏がありそうなんで。強盗を取りに来たのは伊賀で聞いたが、うん、今はなぜだか裏切り者として奴らに命を狙われてる。確かに頭でも撃ったのか、うん、本当に覚えちゃいねえんだ。知っているならなんで記憶はなくなっちゃったんでしょうね。本当に話を聞きましょう。こんにちは。頭を、うん、もう少しマシな言い訳をせ。もう少しマシな言い訳をせ、うん、貴様が徳川の鏡の意味刀を、それこそ村正ですかね。ごまかされぬぞ、うん、城の奉公人として半年、姫様に近づき、なるほど、半年潜入してたんですね。よくも騙してくれたものよ、姫様も、うん、心を許しておられた。おお、知れ者め、その首打ち取ってくれるわ。その首打ち取ってくれるわ。今はやられるわけにはいきません。うぬの招いた災いが、その口が言う太平洋を危うくしておるのが分からぬか。逆にこっちが各地に張った結界も、はあ、江戸へ近づけんがさ、あの太刀に操られておる。そんなヤバい太刀なんですか。当然よ。そしてお馬さんと虎姫、覚えておらんなどと言い過ぎた嘘。ソーランの折わらわをかばって切られ、狂言、瀕死の傷を、狂言ではないと思うんですけど、切られた、うん、傷なんかない。確かに傷なんかないし、ピンピンしてた。飛んだ悪人だったんだな。それが本当なら俺ってやつは飛んだ悪人だったんだな。うん、持ち出した刀がどれほど危ないものか、お主には消せない。お、抜けば世に災いを招く。たたり神のついた妖刀クズリュウ、クズリュウ村正、報じずただ非せよと、おう、隠しなさいという、室町から代々母方、クズリュウ村正、巫女として守り隠してきたのじゃ。そんなにヤバい刀が徳川さんの手に渡ってしまった。では次に進みましょう。完全に復活してますね。なるほど、何人であろうと、巫女の血筋の役目なり。今はあれですか、綱吉さんがそれを抜いてしまった。たとえ逆賊の汚名が後世に残ろうとなさねばならん。刀を封じ本懐を取ったその後はこの首一つからつも命を懸けてでもやり遂げると。クズ竜が災いとなる前に江戸城へと急がねばならぬ。なるほど。キスケはどうするんでしょう。さて4幕、なぜか虎姫のことが気にかかる。江戸に向かった虎姫を伊東街道を下る。なるほど、そうですね、それでこそです。はい、ということでね、ではでは今回はこの辺りとさせていただいて、また次回ね、虎姫のことを追って江戸の方に向かいたいと思います。では嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。